は、捕手の構えとは逆に、痛恨の一発を浴びる、ドジャース 4-0 W ソックス、日時間27日シカゴ失投を完璧に捉えられた。ドジャースの大谷翔平投手は26日、日時間27日、敵地でのホワイトソックス戦で初回に25号、先頭打者塁打を放った。マウンドのエリック・ヘッディ投手は打球を眺めながら右手を上に上げて悔やむようなリアクションを見せた。ヘッディは大谷との対戦成績は試合前の時点で2打数、無安打だった。初回の対戦では5球を投じてフルカウントとし、6球目のカットボールは捕手の構えとは逆の外角へ抜けてしまった。大谷にファーストスイングで完璧に捉えられ、右中間スタンドへ437フィート、約 133.2 メートル飛ばされた。打球を見つめながら、右腕は、やっちまったと言わんばかりに右手を放り投げるようなリアクション。その後は6回まで投げて4失点で降板となった。ヘッディは2014年ドラフト1巡目、全体18位指名でナショナルズに入団。球界有数の有望株右腕と評価されていたが、結果が残せず昨年は久保でプレー。そこで復活し、シーズン MVP& 投手3冠のサイ・ヤング賞に相当するジェドン・ボン賞を受賞して、今季からホワイトソックスでプレーしている。フルカウント編集部。